はい、もう結局です。今日ですね、ウィニングポスト9 2022、続きやっていきましょう。1976年4月1週からナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。さあ、まあこの辺はね、サクサクいきましょう。まあとりあえず自家製3番来るまでは、まあ、サクサクいきたいなと思います。まずね、まあ前回も話したんですが、名声1000以上稼がないといけないんですよ。もう話はほんとそっからなんですよ。あ、これはね、朝まで行きます。挑戦する。はい、目白朝まで行きます。 OK。さあ、じゃあ順番に行くか。まあロンギ行っとこうか。前回1歳、法要ボーイと桜勝利、まあ2頭買ったんですよ。まあ、もっと買ってもいいよね。で、まあ一気に名声稼ぐって感じね。はい、皐月賞。まあきついっすね。まあ掲示板いけるかなくらいね。一番速い馬が勝つ。優勢のピンポイント。そして東証ボーイ。まあここはやっぱ強いですからね。ダービーもきついんですよ。実際あのクライムカイザーが取ってるんですが、このウィニングポストの世界だと厳しいですね。まあ3着4着くらいには来るんじゃない ?OK。ダービー。まあ行く必要ないですね。はい、まあ実際はねダービー取ってます。かっこいいよねダービーは。でダービーはちょっと行かないっす。ジャパンだとダービーは行こうかな。まあその向いてるっていうわけじゃないんですが、はい、まあこんな感じで行きたいなと思います。あとはまあセントライト記念いっとくかな。一応はい、これでいきましょう。はい、クライム開催いきます。ああ2歳はね、まあ何でもいいっすね。どうすかな。まあ、牝馬もらっとくか。いや、どっちも行きたくないんですよ。で、種付けか。まだね、なんとも言えないですからね。ちょっとまあサクッとやっておきましょう。1周目引き継ぎなし、お守り使用禁止のまあ縛りプレイでやったんですが、まあその時はねノーザンテイストに合うやつをまあ最初は集めたって感じですね。まあそれでまあ序盤しのいだっていうかね。アンバー車台楽しみっすね。さあここはねちょっともうサクサクやっとこう。エリモクレス。
まあ、ノーザンテイスト使ってきますよ今回も。はい、オッケーと。まあ1着、まあ2着じゃない。はい、ネクスト。オッケー、勝ちました。いいね。まあ京都新聞杯もいけるかな。まあダイジェストで。さあいい走り。突き放しにかかります。残り 200m 後続を引き離すクライムカイザー。足色は衰えません。2番手は北斗ボーイ。まあスピード70ありますからね。強いクライムカイザー圧勝ゴールイン。2着は北斗ボーイ。よし、オッケー。クライムカイザー見事な勝利です。よくやった。はい、スピード B。 まあこのままでいいっすかね。オッケー、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ種付けね、忘れずにやっとこう。オッケー、有効深める大事。ランク上がりました。緑のお守りサンキュー。ああこれか、東証ボーイ10ポイントグリーングラス。これね、いや使いたいんすよ。ただこの中でさ、なんか1頭だけ選べるとかだったらいいんすけどね。グリーングラスだけ使いたいんですよ。ちょっとやめときます。まあこれもらって、まあ序盤もう一気に稼いでね、名声とか、まあ、金とかの方がいいっすけどね。まあちょっとやりすぎな感じはあるよね。あ、でこれもね、この中だとマルゼンスキーが一番欲しいんですよ。なんでマルゼンスキーだけなら使いたいんですけどね。はい、いいです。あ、これまあもらってもいいけど OK。 あ、そうか、これもあるんか。あ、どうすっかな、シアトルスルーとアレジオもらっとく。2頭っすからね。ちょっともらっとくか、これ使いたいよね、ここ。ちょっとこれ買いますが、もらっときます。汚な怪物。オッケーオッケー、いいんじゃない。ちょっと使ってみましょうよ。怪物来ました。いや俺ね、ダウンロードコンテンツ、まあ、あのいろいろ購入はしてるんですよ。ちょっと使っとこうか、まあ、せっかく買ったしね。よし、じゃあちょっとこれでいきます。どこ使おうかな、迷うね。シアトルスルーはね、はい、まあとりあえずこれ OK。 ちょっとその画面見つつ話すか。まあシアトルスルーはまあいいっす、このままもういきます。距離適正が1400からやったかな。
まあ、とりあえず短いところ行けて、で2600までだったと思います。まあ2600つも根幹距離持ちなので、まあ2400かな。てかさ、特性良すぎじゃない？むちゃくちゃ使いやすいなこれ。完璧やな、完璧すぎるな。いや、あれっちも完璧っすね。これはね、中距離、まあ2000くらいから2600やったかな、こっちも。まあでも根幹距離持ちなので、まあ2400くらいで使うっていう感じですかね。まあちょっと怪物使っていこう。まあ東証ボーイとかね、我慢したので、ね。ただマルゼンスキーはね、まあ、使いたかったけどね。はい、今まあこんな感じ。また自家製サンバが乗るように頑張りたいなと思います。まあ1周目よりね、ちょっと世界戦狙っていきましょう、しっかりね。 OK、 することないです。マジか。お、決まった。外専門か。サガロはむっちゃ強いからね。よし、オッケー。さあ、じゃあちょっとパートナーやっときますか。あ、そうか、今はそうなんか。最初はそうでしたね。シアトルスルー行こう。シアトルスルーはね、芝ダートです。どうすっかな。まあデビュー早めてもいいですし、まあ何でもできるよねこいつは。10月か。まあ、ちょっと早めますか。で、海外の、まあ、ダート持っていきたいね。そうやね。8月5週とか行っとこうか。1600。まあ、そんな感じで行きましょう。騎手はね、ちょっと迷うね。どうしようかな。天才を使う。いや、やっぱこうしよう。はい、 OK です。で、クライムカイザーをね、まあちょっと変えてもいいね。オッケー。こっちもね、ちょっと変えときたいね。クライムカイザー
ジャパンだったらいきます。今持ってるのがこんな感じか。一番人気ザガーデンウェーブ先頭、2馬身から3馬身のリード、飛び地から手応えは悪くありません。はい、辛いですね。あと 200m、 さあ先頭は今度はダイナペルセポリス、ダイナペルセポリス先頭、まあ、ダートマルは辛いね。先頭だ、ダイナペルセポリス、ダイナペルセポリス1着、2着はデチュードダイナ、3着に飛び地から、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはダイナペルセポリス。はい、まあ騎手 OK。 一応見ときますか。東海キャスト先頭、内からアンプトンタクティ、ダイナデコはまだ後ろ、懸命に前を追っています。2番手はアンプトンタクティ、ダイナデコは迫る東海キャスト、わずかにかわせず。はい、OK。 あとはこれね。よし、 OK。 はい、セールいきましょう。出します。まあ微妙なやつは売る。以下20丸、以下20丸はまあ一応残しとくか。あと玉まさひ、まあこれもね売ります。まあいいか、売るか。はい、これで。はい、まあ戻ります。何も買わないです。まあサガロ強いですね。こっからこいつの時代です。はい、オッケー。まあネクストでオッケー、勝ちました。まあここもネクストでいいですかね。よし、まあ順調です。金ガンガン減るけどね。そうやね、まあそのまま行く。まあ行きますか。 OK。 さあ来ましたね。ただ、乗ってくれなかったですね。いいです、 OK、 行きます。下がろう。まあこれからはっていうかね、ここまでも強い。ステアーズミリオン。よし、じゃあちょっと怪物の走り見ますか。はい、ダイジェスト。圧倒的逃げ。名称ギルズ先頭。決めてもらおうよ。シアトルスルー先頭。残りあと 400m。長い直線。ここからどうか。シアトルスルー先頭。余裕の走りでしょ。さらに突き放します。
気持ちよく走ってる。これは強い。2番手は境界付近シアトルスルー、この馬で決まりか。よし、オッケー。シアトルスルーぶっちぎりです。2着は境界付近、これは桁外れの強さだ。シアトルスルー、はい、スピードはトップクラス。お、アレッジョ来たか。まあ説明はいらないっす。で、まあ次っすね、どうするか。はい、スピード S。 次はね、まあ海外ですね。でどこ使うかなんですよね。根幹距離持ちで、まあ関係なくいっとくか。あ、マジ？そうやったっけ？そうか、そうやったか。じゃあ国内宣伝やね。オッケー。いや完全に忘れてました俺。じゃあどうする？どこ走る？孫行きますかね。じゃあ一周休んで。はい、じゃあアレッジドもね、まあ焦る人ないっすね。まあちょっと早めたいね。でも10月、そうやね、まあ3週くらいにしますかね。まあ記者かぶんないにしたいですね。岡部さん使ってもいいんですが、まあまだいいかな。よし、オッケー。ネクスト4着。よし、行くぞ、クライムカイザー。神戸新聞杯も行っとく。あとはどうしますかね。まあ天皇賞とか、まあ行きたいけどね。1800マイナス200、いややめとっか。まあ一応天皇賞秋登録しときますか。スピード D プラ、瞬発 E プラで、賢さが C プラか。厳しいね。2番人気。日本キング先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、あと 200m。 日本キングアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はウィンクダイナ。日本キング、いやー2着来てほしかったけど3着と。日本キング1着でゴール。2着はウィンクダイナ、3着にプライムカイザー。日本キング見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。一箇所は行かないです。はい、クライムカイザー神戸新聞杯行きます。まあいい勝負できると思います。
はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。